はい、こんにちは。栃木の竹市農場です。大根の収穫します。午後ね、ちょっと竹市モータース行ってきます。で、アトラスがね、車検終わって、車検のお金を払うのと、K ワックスがね、ギアが入らなくなっちゃって、それの修理をね、依頼しましたんで、その修理代をね、払ってきます。で、ちょうどね、修理依頼したタイミングでね、私がコロナにかかっちゃいまして、隔離になっちゃいまして、その後ずっとね、竹島モータース行けなかったんで、多分午前中は車検に行ってて、いとこもいないと思うんでね、午後行けばいとこいると思うんで、K ワークスもね、どんな修理をしたのかななんてのもね、聞けると思いますんで、ちょっとね、午後大根を持って行ってきたいと思います。で、今週、今日11日なんですけど、今週末か18日にね、一応東京の方へ米の配達行ってきます。まあその時にね、何も持って手土産ないんで、まあ大根、まあ5本、2箇所で10本ぐらい持っていこうかなと思ってんでね、あんまり気前よく取っちゃいますとなくなっちゃうんで、まあちょっと何本か残してね、取っていきたいと思います。今日3本ぐらいでいいかな。あまりいっぱい持っていってもしょうがないしね。とは言ってもね、あまりでかくないんでね。まあ人参に毛が入ってくるような大根なんで。でもまあこの時期ね、大根が取れるっていうのはね、しかも路地ですからね、あのトンネルとかそういうの入ってないんで、まあ今年はもう奇跡だよね。まあそんなことを思ってます。はい、じゃあこれから3本取ります。はい、まずこれが大きそうですね。よいしょ。あ、素直ですね。まあ素直っていうか、ザクマタになってないですね。パッと見て、この辺か。この辺がちょっと大きいね。あ、これも大丈夫ですね。3本収穫です。で、結構ね、今回はみんな素性がいいですよね。いつもですとこう二股になっちゃったりね、なんか結構ワイルドな、大根多いんですが、今回は結構ね、素性のいい大根で、ほとんどくずなしでね、食べられます。はい、こんな感じですね。はい、これから葉っぱを落とします。動画の方行けと思います。はい、じゃあ葉っぱを落とします。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あんまりこすりたくないんだよな。でもいや、こするしかねえな。ちょっとひげ根がね、少し出てるんでね、ちょっとこすります。はい、まあね、結構いい大根だよね。まあほとんどもうくずっていうかね、ちょっとワイルドのがなくて、ほとんど10本中8本9本、使えるんでね、いいよね。まあこの辺ちょっと曲がっちゃってますけどね、まあもうこれは許容範囲だよね。よいしょ。よいしょ。はい、そういうことで3本ですね。午後ね、これを持ってちょっと竹島モータースへね、
どんな塩梅だったのか聞きに行きます。でも焦るよねいきなり自分家の庭でねばっか入んなくなっちゃいましたからね。でも出先じゃなくてよかったですよ。東京とかねそういう遠くへ行ってねバッグ入んないとね結構きついもんね。駐車場を全身で入れてどうやって出そうかって感じだよね。はい、こんな感じでね、はい、大根5本収穫、あ、じゃあね3本か、収穫終了になります。